またお金のこと言ってます。こっちなの？あ、うちの胸ポケ。なんつったっけこれ。倉掛大和山口。これの途中に、我々の目的のものがあるんです。先ほどの道は、Google さんが近いところまで案内したため、わけわかんないところを案内した。いや、もうね、それ経験済み。うちもやったことあるから。結構前に。鉄もやるじゃん、スマホで。とんでもないところで案内したりとかしてたから。これさ、でも車で行けんのこれ。行かねえよ。なんかいるね、上にね。サクサク落としてる。あれこれ違うか。あ、これね。な、これ何なの？あ、もうあったんじゃない？え？もうあった？なんだよ。あっという間にあったやん。あ、ほんとだ。なんだよ、これ。飲み物用意して。意味。え？ちょっと待って、うち5円玉出したい。なんで？よし。早い、映るの。映るのじゃなく、到着するの早い。えらい歩くのかなと思ったわ。でもさ、さっきのさ、駐車場、サイクリングコースの駐車場あったじゃん。沼の。本来だったらそっから歩くんじゃないの？何ですって？一生懸命説明してるけど。神社が幸福を呼ぶパワースポットとしても知られていると。はあ。そうです。そうなんですか。こっから何、登っていく感じ？これがまず、一の鳥居ってやつ？頂上大岩水祭りの窪地岩コース。いや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 大岩まで大岩は行かないよ。ん、なんだ、どうした？結構歩くね。じゃあここがゴールじゃないんだね。うん、一の鳥居ってやつなのね。あ、違うか。ね、違うな。筑波山も見えるんだって。お、見ようぜ。行こう。筑波山で見えるとどこまで登るんだよ。あ、無理だな。行こう。これ相対風景。あ、本当だ。通るやん。通る。宮穴ってこれすごいな。うん。七。これ。これ何？いや、うちら神社で言ってた。いや、でもこれ確かにこれ全部回らないと意味ないのか。回る勇気ある？ある？いや、この分岐点あたりでいいと思う。これとりあえずここまでは行こうよ。ここは行くよ、ここは。だから分岐点で U ターンして帰るよ、うん。だからうちら、いや、分岐点はいいわ。ここでいいわ。分岐点は行くの？そうな。うん。行くよ。はい。いや、だって、うん、まあ、いっか。はい。行くっつったら行くの？はい。黙って行くっつればいいんだよ。あ、なんかあそこに石碑があるよ。なんだあれ。ちょっと、あれだけ通るわ。
からーん。あ、本当？あ、ち、あ、いけるのか。ちょっと待って、まだ先があるんだよね。どうしたの？そこで手洗うの？はい、これが、お邪魔します。よし。小川でーす。ぬかってっけど、これ雨降ったの？あー、国有林の記念碑ね。はいはいはい。多分カメラ、いつもよりブレブレになるな、これ。え？いや別にいいけど、あなたのペースで行っちゃうと、あなた映るよ。いいの？え？おっかねえことしてんな。落ちんないようにね。何よ、小川？多分もっと上行ったらもっとすごいって。これあれだよね、これ水が下まで流れないようにし、ところどころで止めてんでしょ。分からんけど、今日はこういう石だらけのところばっかあるって。みゆさん、ここ連れてくかんじゃ。遭難する言うかな。これ何、落石なのかな。一応階段があった、面影がある。面影だけ。え？受け外してんじゃん。そっちの方が楽？歩くの。勇者だな。勇者。よいしょ。確かにゴツゴツしてるよりはこっちの方がいいわな。でもなんか中が空洞のような音がする。何これ、地面空洞。胸いて。どうした？なんか発見？何？変なの見えたの？え？
ちょっとお茶飲む。胸痛い。なんだ、脱水みたいになってる。この白いマーク何だったっけ、なんか聞いたことあるんだよな、この白いやつ。なんか昔習った気がするんだけど忘れちゃったな。何言ってんの？そう。なんか次着るやつとかじゃないの？結構あるね。胸が痛い。休みながらでいいよ。ゆっくりと。ちょっと痛いな。ちょっと痛いな。うん、大丈夫だよ。痛くなったら深呼吸すれば治る。なんだ、痛えな今日。ここから、ここ吸い過ぎはあるね。一回も胸今日ダメだな。なんだ、でも取りに行かないと。ゆっくり行こう。
あれ？あ、もう左上だと思ったよ。うん。あれじゃねえ？どれ？着いたんじゃん。あったね。あったね。とりあえず到着。4K に帰るね。